昭和大震帝国の夜明けは2017年の中国のテレビドラマ全38話大震帝国大震帝国獣王イコール強国への道イコールに続く孫高明の小説を元にした歴史ドラマ第3弾スタッフは獣王とほぼ同一中国版は全40話だが第1話と第2話が前作ドラマ 中央の再放送であったため、日本のチャンネル銀河では、第1話と第2話を省略し、全38話の編成で放映される。日本版 DVD も38話版を収録している。2015年3月、白規役を担当していた、大学兵は、北京にて、他人に麻薬を吸う場所を提供する疑惑で逮捕された。取り調べ中に、 大学兵は麻薬を吸う場所を提供したことを認めた。上、過去に自分が麻薬を吸っていたことも自白した。そのため、全撮影を終了し、すでに、ポストプロダクションの段階に入っていた制作側は、代役として、経過旨を起用したが、大学兵による白気の撮影時間は239分に、至り、初めから撮り直すのは、至難なので、グリーンバック撮影で、経過旨を撮り、 コストプロダクションに手を,を覆うことにした。また、本撮影で使用していたカメラは 720p のものだったが、経過胸を撮影していた時に 1080p のものにアップグレードされたので、本ドラマで 1080p の解像度で撮影されたもの別れのみ。2017年3月、原作小説の著者の孫光明は、自分が脚本を担当していない両ドラマは、 自分の小説との一致率は10%にも達していないと非難した。そして、両ドラマの制作側との提携を終了し、新しい制作チームを立ち上げ、自分の各脚本で、十王よりの物語をドラマ化する計画を発表した。2018年4月、両ドラマの制作会社の西安局交代審、帝国影業投資有限講師は、2017年3月に、 尊光明との提携関係を解消し、オリジナル脚本で続編ドラマを制作することを公表した。畑史上最長の在位を誇る第28代君主、昭和の生涯、ありがとうございます。